ディカーピタカジーです。朝は昨日スーパーでヒルトンの近くの横かな、セントラルマーケット、セントラルマーケットだったな、サラダ買って、まあ野菜食べてなかったので大量にやりました。とにかくお姉さんがね、愛嬌がいいので嬉しいですね。自撮りしようかな。はい、自撮りです。オーストラリアドル弱いですね。 21.50 昨日も同じぐらい。浮かないとね、洗濯がもうないんですよ。さっきも古い T シャツ持ってきて着て洗濯するのめんどくさいので捨てちゃいました。朝ジュース飲みました。オレンジジュース、オレンジジュース美味しかったです。ジューバーズこれにもね、バービアー街、夜盛り上がるんですかね。夜飲みに来ました。ここ歩くの初めて。カバンにラップトップ入ってるのめっちゃ重いです。待つかな。
さん多いですね。インド料理屋さんもなんか最近多いですね。インシャツどっかで売ってないですかね。地元屋さんとかないのかな。あっちはカバン屋さん、はい、カバン屋さん。オーストラリアでは 21.5 ね、変わりだ。なんか予定では6分だけど、もう6分以上歩いてんな。全然 Google マップ、暑いからね、歩くのもですよね。宮城屋さん、セフの前に、セフの前になんか屋台の宮城屋さんがね。あ、到着。あ、よかった。昨日も来ました。アベニューです。暑いのでここでもう食品センターに避難するんですか。ラップトップも重いし動画の編集できるわな。はい、というわけでマックでもいいんだけど、マックもね、まあまあしますよ。お値段ハンバーガーで100バーツですからね、5ドルですよ。オーストラリアとね、値段変わんない、安いか。歩いてます。どうする、今日もディズニー抹茶ラテです。今お兄さん作ってくれてます。毎日飲んでますね、抹茶。あ、キャッシュオンリー、オッケーオッケー、マイペンライ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。タイのパタヤから、タカチーでした。See you next time. Bye.